ブロックスはベルナールタ・タビシアンにより開発されたボードゲームである。2000年フランスのセッコイア・社より発売された。日本では2002年からビバリー社より発売されていたが、2010年からマテル・インターナショナルより発売されている。4色のブロックを盤面に広げていくアブストラクトゲーム。ルールは単純だが、ブロック同士が頂点で接すればいいため。 他のピースをすり抜けるように置いて、相手の陣地に侵入したり、相手のピースを置けないように妨害するなど、様々な戦略がある。ブロックスで使用されるピース各プレイヤーは、青、黄、赤、緑に分かれ、持ち駒として、小正方形が1から5個繋がった形の21個のピースを持ち、20、20のマスに区切られたボード上に、自分の番ごとに1つずつピースを配置する。その際、 最初のピースは、自陣のボードの角の一マスを埋めるように置かなければ、ならない。次の週からは、自分のピース同士が頂点で接しており、辺で接していない場所にしか置くことができない。途中で、どのピースも置けなくなったプレイヤーはその時点で、ゲームから抜け、他のプレイヤーでゲームを続ける。全員がピースを置けなくなると、ゲームが終了し、以下の得点計算を行って、 点数が高いプレイヤーが勝利となる。プレイ人数は2人から4人。2人でプレイする場合は、1人が対角線上の2色のピースを担当し、得点計算では2色の点を合計する。3人でプレイする場合は、余った色のピースを3人で順番に担当し、余った色のピースは得点計算時には無視される。ブロックスデュオ2人プレイ専用のブロックス。 ボードの大きさは14、14と通常のブロックスに比べて狭い。使用するピースの形は同じで、色は大々と紫。ゲームのスタート時は角ではなく中央から始める。ポータブルサイズでピースをボードに固定できる。お出かけ、ブロックスも存在する。ピースの色は緑と青。ブロックスとライゴンピースの形が三角形のブロックス。 基本的なルールは同じだが、使用するピースは1から6個の正三角形をつなげた形で、ボードは一辺9マスの正六角形。ブロックス 3D ムーメル社のルミというゲームのリメイク。11個の立体のピースを順番に積んでおいていき、最後に真上から見て自分の色のマスが多いプレイヤーが勝利。ピースを置く際は最初の周を除いて、 自分の色のピースと接していなければならない。ブロックスパズル他の派生作品とは異なり、ブロックスのルールを用いて空いている場所にピースを置く一人用、パズルゲーム。ピースは通常のブロックスよりも少ない15個で、問題の書かれた紙をボードに差し込み、問題の元に書いてある指定されたピースを用いて、盤面を埋める。ありがとうございます。